はい、ガルモホート席からやっていきたいと思います。ゆうたちゃんの服を変えました。ちょっとね、やっぱ私の好きな服を着たいという、うん、でですね、あ、まだできないのかな、あのアミーボでちょっとなんか召喚っていうか、いろいろもらえるじゃない、なんかエンブレム的なのとか、ああいうの欲しいなと思ったんだけど、ないのね。で、そう、前回ね、入荷をしたんですよ。その結果ね、今私の手持ちのお金はもう数百円しかないっていうね、うん、これがポップでフェミニーのスカートはと、店長今在庫チェックしてたんです。この先どんどん忙しくなりそうだし、ちゃんと調べておこうと。偉い。うん、でもいろんな記録をつけていくつもりなので時々報告しますね。裏方は僕に任せてください。いい子ね。お給金をあげたいわ。なんか吉野ってあれだよね、3人もいたよね。うん、私って口コミに弱いんだよね。そうなんだ。ということで、電車の中で背筋がすっと伸びた人がいたんだ。姿勢が綺麗な人って憧れちゃうよね。まあ、悪いよりはいいよね。私猫背だからヨガ始めようと思うんだ。となると運動しやすさを考え T シャツは必須だね。あら、ポップか。そうね、これか、これ3個あるからこれ買って。ひどい、3個あるから買ってっていうね。まあ、うんって感じ。これ元気でポップなのが見つかってよかった。はーい、やばい、所持金マジで貧乏。え、今までやってきたガルモの中でもガルモ史上一番貧乏だと思うよ私今。お金稼がなきゃ。焦るよね、ちょっとね。あ、スタイリストランクがね。つかさ、あ、待って、つかさってさ、つかさってそうだよね。あの、私の過去のガルモ4を見てくださった方はね、多分知ってるかなと思うんだけど、私がメイク失敗して顔面真っ赤っかにしちゃった子だよね。今回画面真っ黒にしようか。暴走だよね、やめよう。いつも似たような格好をしていると言われてしまう。なんかすごいよね、この世界の人たち。なんか割とズバズバ言うよね。言えないもん、私そこまでは。なんかね、よっぽどまあダッサい格好してたら言うよ、大丈夫って言うけど、そんなね、えいつも同じ服着てるなんてね。え、これじゃない、謎 T。 あー、でもこれもあり、いやこれもありだよね。まあ謎 T でどうぞ。いや、つかさね、どやるほどじゃないのよ。あと前髪がやばいね。前髪直そうよ。って言ってまだ髪切れないもんね。どの人なんだろうっていうね、あの人って。あ、でもかわ、あ、まあ、来た時よりは可愛いんじゃ、ないかな。あれ、何、もうお客さんいない？せちがらいわね、なんか。あ、もう夕方早いね、一日。公園でも行っとく？お隣しかいない。すまんが、今話しかけないでくれ。感じ悪いわね。本当に。女性票はゼロって感じよね。ねえ、沢子。私はこの任天プロの経理兼総務兼受付をやってるの忙しいわね。社長がどうしても地元に芸能プロダクションを作りたいって。まあこのビルは社長のパパが管理して家賃がタダだからっていうのもあるけど、その社長は口ばっかり大きくて経営のことなんてちっとも分かってないの。
で、私は大変よ。ノクノスコの将棋強いわね。オッケー。なんかさ、サーコがここで働いててよかったよね。多分サーコいなかったら破綻してるよね。もう夜だって、早いね。やっぱ駅誰もいない。じゃあもうとりあえず寝て、そうだね、溜まってるからさ、あれがこれこれスタイリストランクだ、うん、ベーシックコレクター、はーい、いっぱい買ったからね。あー来た。待って、名前絶対思い出す。音ね、音ねみたいな名前じゃなかった？間違えた、ごめん、寝ない寝ない。違うかな。誰？一個。おしゃれなブティックが、まさかこの街におしゃれなブティックがあったなんて。いらっしゃい。ごめんなさい、ごめんなさい。怖っ。うん。今こそ夢を叶えるとき。私を頭から足のつま先までガーリーで可愛くしてください。そうか、ガーリーか。全身コーデですね。店長での見せどころですよ。お任せ？うん。お任せって言った後にごめんなさいを申したら結構面白いよね。ガーリーだよね。35,000円。まあまあ持ってんじゃない？とりあえずさ、在庫があるやつ使いたいのね。これかな。でも可愛いよね、これ。彼女には似合うんじゃない？足元ね。私これ可愛いなと思ったの、このサンダル。可愛くない？こういうの好き。まあ彼女には違うよね。これだね。うん。これですね。夏なので靴下は別に履かなくてもいいかなと、うん、あ、カバン似合うじゃん、よかったね。首ちょっと地味だから言い方よね、地味だから。これ3個もある、これ使おう。これダメ、これはね、後々私桜野さんに絶対使うんだと思って入荷してきたから。あ、待って、900円オーバーしてる。クソ。はい。まあ、900円ぐらいなら買ってくれるけどね。まあまあまあ、完璧にいこうという。え、可愛くない？うん、普通に可愛いよ。よかったね。ありがとうね。私、当分入荷いけないもん。まさか、こんな風にコーデでここまで可愛くなれるなんて、今まで想像したのよりずっとずっと素敵なコーデ。どうしよう、まるで夢みたい。こんなガーリーで素敵な服を私は着て歩けるなんて。まあこちらこそありがとう、うん、大げさよね。でもね、そんなもんなのかしらね。まあ、来た時よりはだいぶ可愛いわね、本当に。自画自賛ですよ。あ、サオリ、サオリ夏。あ、ほら、やっぱ音音だよ、音音。合ってた、嬉しい。え、弟はガクだっけ？だよね。うん。どうも。私まだこの町に引っ越してきたばかりなの。パンクロックのお洋服すごくありそう。私パンクロックのお洋服が大好きなの。オッケー。音音好きなのよね、かわいい。ロックね。ロックだけど可愛い。すごくない？ロックのスカート1個しかないの。買っといてよかった。
本当はありがとう。ごめんね、なんか1個しかなくて選択の余地がなかったね。まずすごくいいわ、この街に来てようやく素敵なお洋服を見つけちゃった。何、この街にはやっぱダサい服しか売ってないのかしらね。どうしたの、ガクは。相変わらず不愛想なんだから、もっと口動かさないと。今に顎が動かなくなるんだから。でもわかる、家にさ一人でいてさ、ずっとまあ当然喋んないじゃん、一人だから。なんか次喋った時疲れるもんね。私はなんか日々さ、こう動画撮ってるから一人でボソボソ喋ってるからいいんだけどスカート以外もね、任せな。うん、そうね、乙女がいるからさ、乙女のためにやっぱりちょっとでもね、ロックは入れておいた方がいいわね。うん、乙女、弟じゃないわ、カレシか、これ。そうだ、カレピだ、カレピカレピッピさんだったわ。なんか背物した、このスカート似合ってる、ありがとう。何、学に褒められたの初めて。あれ初めてなの、そうだっけ。なんかいいよね、こういうさ無口だけどこうね、ちゃんとこういうこと言ってくれるメンズがいいですね私ね、ガルム4のいいなって思うのは、この出てくる、まあ、お客さんにエピソードがたくさんあるのが私いいなと思うのよね。在庫いっぱいになって古いアイテムを処分したくなったら、お店のことから僕に言ってください。展示会に持ってって引き取ってもらえますか。それをやってくれる陽介くん、マジで神。うん、僕にできる仕事がないかいろいろ考えちゃうので。偉いよね、私が本当は考えなきゃいけないのよそれって。うんね、あ、冬だ、冬。冬、通勤中は読書をしてるらしいわよ。うん、なんだか気分が晴れなくて、試したんですけど、どれも変化がなかったんです。おしゃれに興味があるってことではないんですけど。うん、まあね、そうだね。パンツね。ぐちゃぐちゃしない無地がいいですね。無地。はい。そうね、こういうの似合いそうじゃない。ちょっとでもなんかでかいかな。いや、これではないと思うの。どっちの色がいいかな。私この色かわいいと思うんだけど、かわいくない。あ、でも今着てるスカートが多分こういう色だから、あ、じゃあ明るいのにしたら、やっぱほら気分転換したいんだから。うん、このエフェクト好きなのよ、このこれ何をしたらこれになるんだったっけね。5万円、やっと5万円です。よかったね。てかいつアミーボって使えるのね。いや、あのね、お客さんがその服持って帰る時のショッパーのデザインをしたいんだけど、それに伴ってちょっとなんか欲しいのよね、アミーボで呼び出せるものが。17万7500円になりました。そうだね、まだ3日とか4日でしょ。うん、今できるのは BGM の変更と在庫確認とリフォームできるの？早くない？インテリアは私まだ無理だわ。エクステリア、あ、待って、かわいい、これにするそっか、最初からこんなできたんだ、全然印象なかった。今のうちはさ割とクールめだから、やっぱクールめにしといた方がいいと思うよ。 BGM ハッピーグッドモーニング、今グッドモーニングだよね。そうね、いやちょっとなんか今悩んだの。そう、多分これさオープニング曲でしょ。でもインスト引っかかるかなってこれ引っかかるかな。
好きなんだけどね、これね。どうなんだろうね。どうしよう。とりあえずグッドモーニングでいっか。よし。誰？あけみ？なんだか喉が渇いちゃった。出たよ、もう本当にさ、あんたの顔にオレンジジュースかけるよって。いや、見たらわかるでしょうよ。出たよ、これ。その、オレンジジュースないからってオレンジのものをよこせっていう人。一番信じらんないよね。ごめん、これしかないわ。あ、待って。あ、間違えた。間違えたわ。カバンに変更しようと思ったのに。はい。まあ、買ってください。変なこと言っちゃったねじゃないよね。変なのよ。本当に。キーボードで文字を打つのが苦手っぽいわよ。私も得意な方ではないけど、人並みにはできるからな。ミサキ。なんかミサキ夏い気がする。文房具やたら多い。わかる。文房具って買っちゃうよね。うん。さっきテレビで見た女優さんの服がすごく可愛かったんだ。それであの女優さんみたいに私もなりたいって。普段あまりお金使わないんだね。そっか、偉いね。いや、別にそうでもないか。お金を使わないことが偉いわけではないわよね。シャツ？これ？これだ。うん。でもなんか地味めで、美咲には似合ってると思うよ。別に美咲のことを地味って言ってるわけじゃないんだけど。てか、美咲はこういう服より、なんか、もっとベーシックな方が似合うと思うんだけど、ね。うわぁ、なんか。よし、あ、もうランクが4になりますよ、これで。お客様いないのね。とりあえず、まあ、じゃあ展示会ちょっとチラッと見ていきましょう。私の大好きアズーサパイセンのところに行って、絶対に入荷しときたいアイテムっていうのがやっぱあるのよ。てか昨日見てないもんね。失敗した。スカート、私好みのスカートが今ないわ。そうね。靴もそんなに。これ好きなんだけどね。色が違うんで。あと、ついでに、ちょっと、ここは見とこう。やっぱ、音音が来ちゃうから。音音のためだけにね、複数カートに入れときましょう。これ、これ。これ。トネってなんかパンツのイメージあるんだよね。なんだろうね。スカート欲しいっていう可能性もあるしね。入荷しすぎ？大丈夫かな？おまかせチョイスっていうのもあるのよね。優秀な機能よね。あ、ヘッドホンっていいよね。大丈夫？こんな買って。あ、これかわいい。うん。あ、オッケーオッケー。4万円。よし、帰りましょう。音音のためだけにほんと4万円も使っちゃったんだから、もう。じゃあ、ひとまず今日はもうまた寝ましょうかね。どんどん時を進めちゃう。マジ？
フルートフォルテさん来た。お金ないんだけど。あー、桜野さん。チャオ桜野さん。ちょっと桜野さん来たのテンション上がるな。大丈夫ですか？お怪我ありま、ちょっと今ね、怪我しちゃったかな。いたた。すぐに手当てします。私傷薬も絆創膏持ってますから。それだけ聞くとできる女よね。うーん、私ですか？私なら大丈夫です。元気で丈夫なだけが取り柄なんで。それに転んでも立ち上がるのがモットーですから。本当にすいませんでした。私今日この町に来たばかりで。この町なんていう名前ですか？うわ、待って、町の名前、町の名前って前考えた？私。うわ、記憶にない。え、どうしよう、町の名前。はい、ちょっとね、だいぶ悩みまして、なんか前は多分記憶正しければシャングリラとかにしたと思うの。確か新世界みたいな意味で。なのでちょっと今回はちょっと変えようかなと思ってスアラにしました。これ私好きな歌手からまた撮ってるんですけど、ミアレジーナ同様。意味としてはね、インドネシア語で声かな。まあ、歌多いからこのゲームいいかなと思って。はい。私好きな歌手から撮りすぎだよね、いろいろね、本当ね。ずっと田舎に住んでたので、なんだかキョロキョロしてしまって。よそ見してると危ないですよ。優しい方でよかった。即席の洋服ですね。おしゃれすぎてクラクラします。やっぱり街ってすごいですね。こんなにおしゃれな人がいるんだ。で、桜野さんも別に最初から結構可愛い服着てるけどね。私ダサダサですよね。そういう服どこで行けば買えますか？私近くでブティックやってるの。洋服屋さんなんですか？いきなりその人と知り合えるなんて。やっぱり人生転んじゃった方がラッキーなのかも。今度絶対買い物行きます。じゃ失礼しました。いいね。桜野さんは私徹底してさ、服をさピンクにするっていうなんかプライドを持ってやってたんだけど、今回どうしようかね。もう彼女ってイメージ的に言えばピンクだよね。ちょっとサオリやってさ、あのフルートフォルテ見に行こうよ。かっこいい私にはかっこいい靴が似合うと思うんだよね。お帰りください。ねえ、びっくりしちゃう本当に。いや、かっこいい靴が欲しいんだよね。だったら、そっかで終わるんだけど、もうかっこいい私にはって言っちゃうともうパンチするよって。本当に、いや、高いの買わせたいな。これは熱いかな。大丈夫？まあいいんじゃない。やべえな、3万円しかないよ。果たして3万円でね、フルートフォルテをどこまで買えるのかっていうね。また音ね来てる。で、音ねだけやっていく。店長さん、この前何で渡すか、すごく可愛かったよ。実は私たち前に住んでた町でずっとバンドやってたの。あの時可愛い私思い出してね。思い出したわね、ガク。いや、ガク可愛い。オッケー、お任せ。そのためにロックを入れてきたようなもんだからね。基本がこのスカートなわけじゃん。ちょっとまず足からいこう。これだね。足出した方がいいんじゃないかな。ロックの手それしかないの？死んだよね。なんかやっぱさ、ロックって柄多いよなと思う。
と待って、わかんない、どうしよう、これいらない、これが限界じゃない、え、どうしよう、全然ごめん、可愛くできない、こんだけ大丈夫、カバンいる、カバン赤だったらつけてたけど、ちょっと違うな、ダサいダサい、今夏だし、そんなに、もうこれが限界、ごめんね、ごめん音ね、なんかいまいちだわ、ヘッドホンの色赤だと思ったんだけど、これよく見たらピンクっぽいわね、失敗だねそれは。大丈夫、気に入った、うん、なんか音ね、これさ、ヒール履いたからかな、なんか気持ちでかくなった完璧だわこんな格好、かわいいの初めてかも、ようやくライブハウスに立つ素晴らしい衣装決まったわ、なかなか衣装は決まらなかったけど、これでライブハウス探しが始められるね、ガク長かったな、ちょっと待たしちゃったかも、いやこの二人の関係性ってすごくかわいいのよね、うん、ガクの服も変えてあげたいね、いいわね、さすがですね店長さん、すごく喜んでましたあの二人、でも待てよ、確かライブハウスを探すって言ってましたよね、ライブハウスなのにこの近くにあったかな、ないんだよ、うわ緑ちゃん来た、緑ちゃん、緑ちゃん緑色にするっていうルールだったよね確かね、はい、みほよし、ちょっとフルートホルテを見に行こうじゃない、うん、大丈夫かな、買えるかな、なんとも言えんな、嫌いじゃないけど好きじゃないみたいな、うん、よし、もう音音のおかげで6万円はあるので、ありがとうって感じだよね、こういうのなんか使えそうだよね、うん、無難、無難って大事よ本当に、あ出た、かわいい、私好きなのこの袖まくりジャケット、え待って、あまだ2枚よかったもう終わるかと思った、え、かわいくない、このベルトの色が、うん、結構好き、私好みのスカートは未だないわね、夏いこれ、ちょっと夏いな、いやー、あ、みどりちゃんこれ和紙で使うかもねそう、みどりちゃんのために入荷するという、信じらんないよね、靴もなんかそんな私好みではないわね、え、やばい、5万6000円死んだんだけど、え、手とか何も入れれない、死んだ、え、ネックレス無理だよね、買ったら破産するよね、え、貧乏すぎんちょっと貧乏すぎて泣けるんだけど、まあ、最初のうちはしょうがないよね、よし、ということでですね、ちょっとマイルーム戻りましょう、はい、ちょっと当分ゆうたちゃんはなんでこの服ですね、もうちょっと全然これを超える服は多分当分出てこないと思うので、はい、ということでですね、今回はこれで終わりたいと思います、まあ、次回はね、ちょっとみどりちゃんやって、今いるかわかんないけど。いや、桜野さんが店に来るのがね、楽しみですね。はい、ということで今回これで終わりたいと思います。バイバイ。